劳动党出版社出版了捐赠的全集第五。ニュースをお伝えします。捐赠的全集是永恒不灭的。偉大な金正恩総書記の不朽の著作を年代順によって体系付け、全面的に集大成した不滅の義滅尊金正恩主義の前書である金正恩全集第40巻が朝鮮労働党出版社から出版されました。新刊には総書記が父75年1986年7月から父76年1987年6月までの間に発表した歴史的な演説、談話、書簡をはじめ54編の著作が収められています。全国科学工業部門の科学技術発表会が2日から4日まで朝鮮科学技術総連盟中央委員会の主催のもとテレビ会議の方式で行われました。発表会のテーマは現存の科学製品生産工程の整備と補強です。キム・イルソン総合大学、キム・チェク工業総合大学、国家科学院、マムフン青年科学連合企業所をはじめ10余りのところの教員、研究者、大学院生、現場の人などが発表会に参加しました。この度の発表会は朝鮮労働党第8回大会の決定と共和国政府の施政方針にのっとり、国の中核工業である科学工業の自立性を強める上でターニングポイントとなりました。共和国の主要大学でオンライン教育システムの発展に引き続き力を入れています。キム・イルソン総合大学ではオンライン教育の学科を増やし、そのカリキュラムを作成する一方、オンラインシステムによる社会政治科目のカリキュラムを更新してオンライン教育を実施する他の大学に普及しています。キム・チェク工業総合大学でもオンライン教育のカリキュラム全般を更新し、学生の学科設計と実験実習の全過程をリアルタイムでキャッチし評価するプログラムを開発して取り入れました。ハンドクス平壌軽工業大学でもオンライン教育学部の学生への個人授業が円満にできるようデータベースを構築し、市の教授管理システムを取り入れるため励んでいます。平壌医科大学では各地の病院との連携のもとに、学生が当該地域で実験実習を円満に行える整然としたシステムを立てて、その実践実技能力を高めています。今、主要大学のオンライン教育学部の教育者により、オンライン教育システムがハイレベルで運営され、これに席を置いて学ぶ勤労者の数も日増しに増えています。各地で生けすによる養殖を積極的に行って実益を得ています。今年、国中に多くの移動式と固定式の生けすが新しく設置され、昨年同期に比べ3割増の魚を生産しました。平安南道と黄河南道の各養殖施設で生けすを増やし、科学的な飼育システムを確立して多量の魚を生産しました。ドドン川に設置された移動式と固定式の生けすを利用した養殖場では、配合飼料の割合を適切に加減するなど、魚類別の特性に合う養殖方法を導入して魚の増殖を図っています。川鯉、ハクレンをはじめ収穫した魚は育人、愛育院、初等学院、中等学院、老人ホームと商店などに送られています。産科病院の平安産院から517番目の三つ子が退院しました。三つ子の母親であるキム・ウンハさんは平平北道スンホ郡クモクリに住んでいます。この6月2日に生まれた三つ子は1番目と3番目が男の子で、2番目が女の子です。医師、看護師が格別関心を持つ中、元気に育った三つ子は現在体重が4キログラムをはるかに超え、健康状態も良好です。以上でこの朝のニュースを終わります。アナウンス担当は新ヨンギルでした。こちらは朝鮮の声放送です。子供たちが歌を歌う
空は青く心楽しい響けアコーディオン、今一緒に歌おう、満ちる幸せを。この歌は初戦の子供たち、特に身寄りのない子供たちが好んで歌う、我ら幸せ歌うの歌詞です。昔から一番不幸せなのは両親を失った子供だからです。子供にとって両親は一瞬たりとも別れて暮らせぬ人生の守り手、幸せそのものだという意味でしょう。しかし諸村には両親を失った子供はいても、そのため悲しみに暮れている子供はいません。1906年2017年2月1日、敬愛する金正恩総書記が平壌初等学院に残した話は、今も人々の胸に大事な思い出として深く刻まれています。この日、学院の子供たちは再びまみえる金正恩総書記にお父さんと呼びながら我先にとかけてきて抱きつきました。2年前愛育院にいた時、新年の挨拶とともに体も心も丈夫にすくすく育つようにとの総書記の祝福を受けた子供たちでした。子供たちの授業の様子も見て、また寄宿舎の寝室と食堂、治療室と食品倉庫も見て、子供たちの生活に何か不便がないかと細やかに気を配る総書記の姿は、本当に父親そのものでした。総書記は学院を見ると、あたかもメルヘンの世界に入ってきたようだ、子供たちがとても喜ぶだろうという思いで心が弾むと言いました。この日、学院を離れる前に総書記は学院の総職員に、子供たちが悲しみを知らず一点の陰りもなく正義感が強く明るく元気に育つよう、自分の心まで合わせて面倒をよく見るようにと重ね重ね頼みました。常々国中の育児院、愛育院、初等学院、中等学院の子供たちは皆私の息子娘だ、長者の中で一番の長者は子だくさんだというが、私は一番子が多いと言った総書記でした。我らの父は敬愛する金正恩元帥、我が家は党の胸に、総書記は子供たちは幸せに満ちて未来の担い手にすくすくと育っています。名だたる博士、科学者、芸術家、英雄を夢見て、子供たちが歌う歌、高台氏とお話ししました。12年生義務教育の第一歩、サタンでは子供たちが6歳になり、幼稚園の時から全般的12年生義務教育の第一歩を踏み出します。国家の負担が至る所に建てられた幼稚園には、子どもたちの教育を必要な一切の条件が揃っています。幼稚園では12年生義務教育の初の段階の教育の質を世界のトレンドに合わせてさらに高めるため励んでいます。モランボン区域11月3日幼稚園のジョン・グミニョ園長はこう話しています。中学年齢内の子どもの時は知的能力の成長が始まるとても重要な段階だと言います。この時の子どもがどんな教育をどのように受けるかによって、現実に対する観点と立場が変わったり強固になったりします。私の幼稚園では世界のトレンドに合わせて教育の内容と方法を絶えず更新し革新しています。その結果、子どもたちの知能を発達させる上で少なからぬ成果が収められました。特に平壌市でも指折りのソロバンの神道を育て、ソロバン教育のトップを走っています。私は幼稚園教育の重要性をいつも心に留め、12年生義務教育の第一歩を踏み出す子どもの教育の進みのために、自分の全てを捧げていくつもりです。12年生義務教育の第一歩、高台してお話しました。
ハハハハ。